山村大貫屋敷は、長野県基礎郡基礎町福島5808番地、一にある史跡。基礎氏の一族であった山村義勝は、慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に属した。基礎にあって、同じく東軍に属した父、山村良公が、西軍の石川貞清に敗れて、犬山城に拘禁されると、基礎州を率いて、 犬山城攻めに加わり、武功を挙げて、父を救出する。慶長7年に、父が死去すると、家督を継いで5700国の領主となり、家康に仕え、江戸幕府旗本として、福島関所の関森を兼ねた。しかし、現長元年、基礎全域が、尾張藩の所領となったため、幕府の旗本ではなくなり、尾張藩の直属の基礎代官となった。現在の敷地は、 旧山村下のお下屋敷の一部であり、建物と庭園からなる。木造平屋建て373平方メートルの建物は、享保8年に再建されたものである。庭園は、木曽駒ヶ岳と長田山を借景とする、地線海遊式庭園である。1967年に、福島町と新海村が合併して、木曽福島町が発足すると、 基礎福島町は所有者の山村哲夫から土地と建物を買収し、1971年9月に史跡として公開した。建物内では山村下級像の文学関係、美術関係資料を収集展示している。ありがとうございます。